ウィリアム・トムソンは、イギリス生まれの地質学者。アロイス・ホンベッカー・ウィドマンシュ・鉄に先立って、ウィドマンシュ・鉄構造を発見した。1792年に、イタリアに移住してからは、イタリア風に、グリエルモ・トムソンと名乗った。1760年に、ウスターで生まれたウィリアム・トムソンは、1776年に、オックスフォードのクイーンズ・カレッジに入学し、 1780年に学士として卒業した。1781年から翌年にかけて、エディンバラ大学で薬学を学びながら、ジョゼフ・ブラックの下で科学を学んだ。1784年、トムソンは、ソサエティ・フォー・ナチュラル・ヒストリーに入会した。1790年11月、使用人の少年と男職行為を行ったとの県議からオックスフォードを追われたトムソンは、 1791年にイギリスを出国し、生涯二度と戻ることはなかった。1792年4月にナポリに到着したトムソンは、そこに移住した。1806年、パレルモで46歳で死去した。ウィドマンシュ鉄ッテ構造は、鉄隕石を硝酸でエッチングすると現れる。トムソンはサビを落とす目的で、クラスのヤルスク隕石を硝酸に浸した。 隕石と硝酸が接すると、トムソンはすぐに見たこともない奇妙な構造に気づいた。これは、後に、ウィドマンシュテッテン構造と呼ばれるものであった。1804年、トムソンは、この発見についての論文を、ジュネーブの科学月刊誌、ビブリオテックブリタニーク誌にフランス語で発表した。彼の死後の1808年には、アッチデル、アッカデミアデレサイオンズリシエナ氏にイタリア語でも、 発表された。しかし、トムソンが創生したこと、また英語で論文を発表しなかったことから、世に広く知られることなく、その功績は、オーストリアのアロイス・フォンベッカー・ウィドマンシュテッテンのものとされている。ウィドマンシュテッテンはトムソンに独立して発見したが、それは1808年のことであり、また論文も書かれていない。そのため、 年代順に従えば、発見のすべての優先権はトムソンに与えられるべきで、あった。このような理由から、ウィドマン主鉄点構造を、トムソン構造と呼ぶことを提唱する研究者もいる。ありがとうございます。